お疲れ様、そらです。今日はですね、こちらメガドラフトで重力しか使えませんロワイヤル、ふいということでですね、重力しか使えませんっていうか、重いカードからね取っていこうぜっていう企画ですね。はい、なので、まあ、主に三重士、はい、入れるともう強制で取らないといけませんが、今回いませんね。もう重いコストから順に取っていくだけ、ただそれだけです。なんで今回は三重士がいないでしょ、で8コスゴールもいないんで、おお、お前もかい。さあ次7コスね、7コスがいれば、いるだけ全て取らないといけないよと言った縛りなんで、まあラバーを絶対取んないといけないよね。ってことは相手はラバー対策をしてくるんですけど、そこに対しての対策はロケットかババコヤかゴブジャイと、まあそういったところですかね。まあどうせ悩んでも全部取るみたいなところあるんですけど、まあゴブジャイ取っとくか。はい、といった感じで、まあ重いコストから取っていこう。で、重いコストから取っていくと、今回みたいにね、6コスがこう4枚あるよみたいなのあるんですけど、まあその時はね、ちょっと自由に選ぼうかなと思います。さあ、インフラのタワー取ってくる。いや、これにはロケだよねと。あったら絶対取んないといけないんで、まあ考える必要もないみたいなとこあるんですけど、あとはまあシャアなしでババコヤ取って、次5コスの領域にね足を踏み入れれそうですが、まあババコヤ取るでしょう。これなんか取り忘れとかありそうですけどね。ねえか。さあ5コスで強そうならなんだ、プリンスだ。プリンスめっちゃいいね。でジャイかファルチェかロイホグ、3択かな。次3択のうちの2枚を取らないといけない。うーわー、これはね、ファルチェとロイホグにしよう。ジャイはもうすでにいるからゴブジャイとロイジェいるからいらんやろっていう話で、うわー、マジ汚ねえデッキだ、なんだこれでもよく考えた時に、このね最悪なのがね、多分5霊三重士ラバーみたいな、でロケットライトニングみたいな感じになるのか、ペッカもいてみたいなって考えたら、結構5コスとかを取れてる方だと思うんですよ。あー、これ無視かな、守ってもよかったけどな。いや、ゴミ強すぎ、お前解放されろ早く。いやー、もう暇すぎー。デーモンの召喚ね、一体生贄にするだけで火力2500、強すぎ。さあハンター、これはね、2倍タイムで入ったら、インフェルノタワーにロケットをかましたいでござるよ。まあ、かまして突破できるのかって話ですけど、これさ、パピー強そうじゃね？プリンスがターゲット取って、さ、パピーのダメージが入っていく。いや、なんなら計算通り。で、相手の攻めカードはなんだ？しょっぱな重いの取ってたな。メガナイトか。まあ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 。で、まあ、この重いのから取っていくと、基本的になんか攻めカードが多分多くなりそうだね。となった時に、意外といいみたいなとこないかな。ゴブジャイとかでインフル使わして、ロイジャイ刺すみたいなね。施設枯渇。まあ、ハンターとか突破できねえんだけど、文句もハンターもやだな。これ、ロイホグでインフルの竹取るプランもあるけど、あ、インフル使ってくれないのか。まあ、一旦攻めるか。一旦攻めて、あー、そのカードおったわ、そういえば。やば。忘れてました。まあでもこれは、プリンスがいるんで、ちょうどいい。さすがにね。大事なファルチェちゃん、延命して。まあ、問題は、こっから削れるかどうかか。まあ、削れんのかな、わかんねえ。マジでわかんねえな、これ。まあ、後半行ったら強いの多分間違いないと思うんで、こっからは俺のターンだよね。ラバにロイジェにゴブジェにロイホグで、一旦4枚で攻めようか。さあ、ラバ、右か左か。左かな、ちょっと削れてるし。最後ロケットあるからね。さあ、あれはロイホグでタゲ取りたい気がするけど、どうなんだろう。ロイホグでタゲを取るのか、ロケット撃つのか。ハンターもたまたま出てくれたらな、そんな強く出てくれる？さすがにこれロケ撃つよね。そしたら、ラバ削りが完成するわけですよ、これ。さあ、ヒギラバ削り。なんなら右のゴブジャイも入ってる。からの、これ、ロイって、あー、パピーがええ感じに。うわー、なんか、ちょっといいコブリに連動されてる。うー、怪しすぎる。
削りすぎる。もう一旦ババコ行くか。いやでも削れてはいるよ、ちょっとマジのちょっとだけど、このちょっとちょっと大事、ちょっとしか言わない。やばい、うっ、うっ。まあまあロイホグはダメなんだよな、あれがいるんだよな。うい、ういインフェね。あれロケット撃つ、いやちょっとあるんだよな、ロケ撃つの。跳ね返されちゃうかな。跳ね返されたら終わりだな。これ逆線攻めよう。メガナイトで蓋されたら危ないことが分かったんで、蓋したくされたくないよの逆サイ攻め。さあババコで耐える。うん、ロイジャイちょっと入ってる。相手はもうポイズン削りっすね。耐えたら勝てそうだろ。メガナイト来たら、まあ、なんかのジャイで受ければいい。なんかのジャイで受けれるかな。まあいたね、盾、一体目の盾。いやちょっとこれでもありそうだな、流れがいい気がしてるからのこういうことよね。いや間に合ってない。え、おっつ、さあロケット打って、こんなんもう終わりじゃね。いけ、もう一発、うんなー、決まってきゅう。まあまあまあ気持ちいいね。さあインフェ、インフェか。まあインフェはどうだろう、なんかギリ許せるかもしれない。なぜならまあ取りたくもねえけどね、あのライトかロケ絶対取んないといけないから、まあ意外となんとかなるっていう意味で。さあラバか、今回は三種もこれもいないので、ラバペッカの対で7コスいなくなって、次6コス出たロケットライトニング。ロケットライトニングマジでやばいな、いらないもんな。2個1個ならねちょっといいんですよ。まあライトニングかな、ロケットライトニング渋いんだよねこの2枚。なんかロケライトニング持つぐらいならね、そのゴレラバとかの方が全然まともに感じちゃうんだよね。あーインドラやばい、インドラやばい。ちょっと待って、これクロス、あーキョスケエリババ。いやスケルトン部隊とかもねずるいな。うわーこれやば、ゴブジャイ取るか。6コス多いんだけど、え、めっちゃ俺エリババとクロスと、てかロケットで終わりそうじゃん俺も。あと1枚ロイジャイ、え、ちょ待って、だるいだるいだるい、6コスしか取れんやん。何これ、いらないいらないいらない、マジで6コスこんないらないんだけど。いやこの5コスとかを取れないのやばい。あ、エリババお前が取ってくれる、ありがとう。取ってくれたことによって5コス1枚取れます。ロケで、わ、5コスか、何にしよう、マジ何にしよう、どうしよう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 。一旦ロケット取って、アチャクイムート、アチャクイか、アウトローもあるなこれ、アウトローとアチャクイか、アチャクイにしようかな。うん、なんかまあエリババはロケでショルツリーできるんですけど、ちょっと俺の攻めを通したいっていう意味でアチャクイです。はい、まあ5コス1枚取れてよかったな。これやば、なんでラム、ラムエリババね、ラムエリババ、コウモリはゴブジェイの背中で、もうずるやん。もうやめろやめろ、うっうっ、痛いって、入りすぎだってさ。ねえ、さあまあまあまあ、まあ、一旦ね。あーもう、え、ちょっと待って、何これ、俺このインドラでおられる感じ。いやこれゴブシェ間に合わないっすよね多分せな。あ、これ分かった、死んだふり作戦だマジで、死んだふり作戦で勝つ、攻めさせて、よしよし、いやマジで本当に死んだふり作戦刺さりそう、よしで、ボムか、
さボム出すけどみたいなとこあるよな。あとエレキのサイクルなんで、あ、着いって、あるあるある、必死塗り作戦。これで、俺らがダメージ稼げば、いや、あ、着い、呪文あったか、なんだ。ちっこいの1枚ぐらい取ってた気がしないこともないけど。いやー、待って、でかいでかい。いや、待って、このエレキ痛い。自己喪失。いや、マジ、低コストこう考えたら偉大だよな。いや、怪しいけど、行くしかない。いや、落としてほしい、それ。インドラー、うわ、インドラやばい。ちょっと待って。インドラやばい。まあ、これはお散歩したい。コウモリ飛ぶな、飛ぶな。あー、めっちゃいい、それ。まあ、いったんね。いや、ロケットめっちゃ便利。いやー、マジでやばい。マジでやばい。相手、こいつ、こいつ、クラロ下手だって思われる。マジでやばい。真ん中打ち間違ってもいないけど、ね。うわぁ、キンパンやんけ。おぉ、ふざけんな。わ、ずるいなぁ、これ、インドラー。インドラずるいなぁ。最低。あれ、リボンちょっと強い。いやぁ、これちょっと待ってよ。難易度高えぞ。次勝つ。さあ、来た。ちょっと小回り効かないけど、今回はゴレ親衛隊。このまあ親衛隊とかは別にいいんですけど、この時にね、相手にちょうどボーラーがあるっていうのがやっぱ辛いとこですよね。逆に親衛隊あるからインドラとかはそんな怖くないのか。てか重い空への攻撃が欲しいな。7コスぐらいでね、ドラゴン欲しい。ドラゴン、やっぱドラゴン出てきてくんねえかな、新カードで。さあ、で、次は俺、6コスサイクルね。ああ、でも、キョスケ、お、え、キョスケロイジェできる。あ、もう絶対インドラ、ああ、これもう、インドラやねん。どう考えてもインドラっすよね。呪文取れないパターンね。プリンセスは、まあ、あんま関係なさそうだな。さあ、で、ゴブジャイ取って、わあ、文句めっちゃいいな。すべてを反射できる。で、あ、ババもちょっといいな。問題攻めだな、俺。攻めを通さないといけないんですよ。ゴレの光栄ってなんだ？プリンスとかか。プリンス取って、ババもちょっといいけどな。防衛で強いっすよね、やっぱ。ババモンクかな。あ、スケラがある。スケラこれいるのかな俺。やめろ。あー、モンク取られたか。モンク取られたらまた話変わるな。ババスケラちょっとあるな。アウトローババかな。いや、今回5コス3種類選べるの熱いね。あー、取られちゃった。うわ、待って、ごめんなさい。ババコやりました。いらねえ。気づきたくねかった。気づいてしまった。わ、これ、アウトローかな。いや、ババか。ババです。なんか、ババきつそうやん、ちょっとだけ。よし。いやー、かっこいい、このデッキ。エリクサイキン 6.1 か。重いな。あ、インドラね。結局そうなんだよ。みんなインドラしか取らんやん。何それ。取ればいいと思ってんじゃん。アメ。インドラなんかに俺は屈しないよ。よし。一旦ゴブジャイで。親衛隊でね。親衛隊とゴブジャイの背中でインドラ処理できるんで。その時にババとかが欲しかったよな。うん、マジで。渋い。
強い、それだけで強い。さすがに壊してな。いや、インドラスケラーを撃たれたらぶっちゃけグッドゲームなんですよ俺。な気がしてるんですけど、意外とプリンス系が相手がきついのと、キョスケロイジャー組めばインドラとかあんま関係ないみたいなのもないかな。え、お前すぎじゃね。そう、これさ何でもできるけど何をする。俺ね今めっちゃドドってます、ちなみに。あー、いや、インドラ強っ。インドラゴブジャイババ。ちょっと、このポイズンも、マジでもこれでコスト2か3とかで、1枚出してからの。あー、その大砲なんか、めっちゃうまいな。おい。いや、でも、アド取ってるぞ、これ。これでも。ケツプリ、端前、親衛隊が見える。範囲攻撃さ、あんまりいなかったよな。からのロイシェイか、ゴーレム、ゴーレムいる、いらんな、絶対。ああ、マジ。うわー、攻めたいな。348、今回に限ってライトニングロケットもね、なんで削れない。だがしかし、これ、キョスキロイジャイで、もう、無理やり一発行こうぜ。インドラ？だから何つって。あ、気付き入りそうやん。なんだ。あ、記念にプリンスのとこ。さて、ババアがね、意外とこのインドラの時間稼ぎしてくれてる。完全墓石の上位互換。いや、下位互換か。墓石でいい。俺は墓石が欲しい。いやー、よし、耐えたぞ、これは。これは耐えた。よし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 。いや、小回り効かないからね、このゴブジェの背中とか。待って、小物用か。ちょっと便利ね、スケラーとかの受けにも、コウモリ処理とか。よし、ゴブジェの背中、あっち。また、バーバーも良かったな。さあ、今回は、わ、三重士いないの幸せだ。さあ、いきなり親衛隊とペッカを。いきなりやべえピックだけどな、これ。あー、そうなるよな。これ最初にペッカ取ったらまた変わってたかな。まあ変わらんか、あんま。ペッカエリババね、俺。ロッコス他あるかな。キョスケか。うわー、あー、ゴブジェゴブジェゴブジェ、マジで大事。あのね、やっぱ対空ガゴとかへの対応カードを取れない可能性があるんでね。でも今回5コスいっぱい取れそう。さあ、相手がエリババ。まあ、重いの取ってくれるのはね、正直俺からすると、まあありがたい、まあありがたいっすよね。うん。で、コスト低いの取れるってことですもんね。さあ、うわ、ムート強え、これ。でも、アウトローも強えな。ロイホグ、うわ、めっちゃ5コス取れる。4枚5コス取れるの、やばい。過去1、過去1。まあ、ムートロイホグで、あー、ゴブ小屋取るか。そしたら、ムーとゴブ小屋、アチャクイ。うわ、ジャイ取りたくねー。ジャイ取りたくねー。5コスの、マジこの辺取らんでほしいな。これ、ゴブ小屋さ、最後取られる可能性あるかな。アチャクイを取られる可能性は、結構低い気がする。てか、取られたら、あ、ジャイか。うわ、最悪だ。お願い。よしよし、さ、これ、圧着いけるっすよね。圧着いか、ジャイ。やめてくれ。俺の圧着い。俺の。おい、さあ、生きていく。まあ、悪くない。本当に。コストが軽いだけで幸せ。さあ、もんな、ファルチがいたね。これ、今で9コス使ってます。4、5、コースないね。いつ行こうかな。やっぱ
決めれるときに行きたいよね。でも変な攻めはしちゃダメなんだけど、しっかりチャンスをつかみたい。このマイティもこのいないところで、もうちょっと熱いぞ。マチクイムして、まあ、ファルチェをギリ出せると、出せたとてみたいなのないこれ。え、そうだよね。おお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 おペッカでも決めに行く、ムートでもいい。いやー、このなんかでも破壊力あるな重たい分ね、一体一体のこの威力が高えっていう。よし、さすが諦めてもいいぐらいだけど、しっかりエリババでね、俺の取り損ねた。うっ、あと守ればいい、守れるかは不明ですが、さあやるなと言ってくれてる。ポイズンもオーブンもあった。まあオーブンにゴブゴヤ当てて相打ちか、1コストンとか全然いいわ、幸せ。さあ、いやそっち使っちゃうか。やりゴブ強っ、やりゴブめっちゃ強くね。ムートが入るだいぶ入る、諦めたかなこれ。諦めてる、臭いっすね。諦めてねえわ、しっかりね、最後までね、男を見せていくよ。これやばいね、逆にむずいかな。なんかこの親衛隊を取られましたとかだったらね、ファルチェを入れればいいで済むんですけど、ペッカーもいるじゃないですか。じゃあ複数系の小物も取んないといけないとかってなると、でもねみたいな、なんかそれ取ってもなんかムート回っちゃうし、逆になんかユニットいっぱい溜まって守るの難しい論がちょっとあるっすよ。こんだけいると相手の攻めがエレジャイだけですってなったら、もうインフェ取れば終わりみたいになるんですけどね、いっぱいいすぎて逆に止まらない説。さあお次は、お、熱い、三重士もゴーレムもいない、え、幸せすぎる。あーでもロケットライトニングやだる、あ、てか三重士おるやん、ごめんなさい見えてなかった、隠れすぎだって。うー、まあまあエレジャイはねだいぶいい気がする。やっぱ守りでも使えるから、キャラゴブジャイ的な、キョスケ的なね、守りでも使えるかつ攻めれるからキャラはね美しいんですよ。おー幸せ、結構幸せ。これはライトニング取ってくれるってことは、俺ロケットさえ取ったらもう、あーババボヤあるやん、だるいって。ロイジェイ、あロイジェイ先取るか、ロケット取ってくんねえかな、たまたま。いやこれ逆だな、ロケットを取ればもしかしたら相手はロイジェイが取ってくれたかもしんないんだ。うわーミスったこれ。うん、じゃ呪文とゴブリン縛りしてるなんで矢の雨を取ったんだこれは。矢の雨を取ったなら俺は硬い系で攻めたいよね、圧着衣とかね。ああ取られる。あでも今回5コスめっちゃある、え5コスめっちゃあるぞ、ちょっと待って。いやスキルダメだな、いやボムマンのかめっちゃあるけどみたいなとこない、めっちゃあるだけ。いや、アウトローはね、取った方がいい。やな雨あるけど。あと、ババロイフグとかかな、理想は。ライトローはね、働かないっすね。ウィザード。ウィザードも響かないな。スキラ。スキラちょっとあるのかな。ゴブリンがさ、ジャイ？ジャイ、マジ何も魅力感じんけどな。難しいよの。一旦ババ取って。ジャイかスケラかロイホグがライドラね。いや、ジャイちょっとあるかな。いや。スケラにします。まあ、このスケラは、ぶっちゃけ、使わない。うん。たまたま相手がゴブリン裂いたとかいいタイミングがあったら使うぐらいで、
そうですね。さあよろしくセンさん。あ、もう今回相手施設なかったんで LJ ちょっと強いぞ。で相手の攻めカードはね覚えてね、俺がなぜならいっぱい取ったから、もうなんならない。さあロイジャイ、エリジャイ、スケラ、あーロケ打ちてーけどなー、あれはエリジャイで回収してからの逆サイロイジャイとかね、そういったプランでいきたいよな。やべ、あーこれ間に合わなかったな、マジヘッポ。サナーチャクやれないのやばいか。あどうしよう、まあライトニング打たれるかもぐらい。まあ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 、ライトポイズンやダメですもんね。でファイスピヒースピなんだよな、豊富だ。まあでも後半入ったらさ、やっぱ強いよな。後ろエレジャイでしょ、でエレジャイの後ろにロイジャイでもいいし、逆サイロイジャイでもいいし、いやマジで攻めだけは強いんだ。問題は守れるかどうか。ロケットもぶっちゃけ防衛カード。おーい、おいおいおい、ほんまか、こんなやつキング起動しても勝てるぜって。そういうそういう理解でいいんかな、せんくん。まあまあまあ一旦ステイしてね。はい、ステイしかできん。あのイサードどうやってどうやって処理しよう。ゴブリン使ったんで、まあこういう時だけスケラ打つ。ゴブリンがいないんで多少は入ってくれるよねっていう願い。いやマジで多少だな、これ左狙うかな。三重子はね相手がライト持ってるんでね、微妙なんですよね。うん、いやーちょっとでかいでかいでかいってか、相手の攻めカードがない。これはもうロケット2周やん。742、回るかこれ、ま、回す回す回す、頑張って。だいぶ重いけど、だいぶ重いけど回すし、頑張って落ちてくんねえか。ゴブリン使ってくれた、ついね。頼む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 。いけ、よし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 。さあ、攻めんカードだけは多いからね。よし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 、危ねえ。さあ、続いて、うわ、でもこれ、三重子さ、あるんだけど、呪文がやっぱライトしかないから、まあ、ライトを取られるのは、まあ、嫌ではあるが、そのファイブウッドとかさ、コスパよくね、バルキリーだけとか、そういうことをされない、されない、されない。あー、メガナイトで対応。逆にメガナイト取ってくれたって考えると、ありがたいです。いや、ババコがない。え、ババコがない。あ、俺がライト取んないといけないのか。だから、ロックスオフ他にもう一枚ねえかな。相手がライトニング取ってくれそうな。顔もしてるけど、ロッコスがもうロイジェイライトしかないっすね。仕方ない。さあ、まだ5コス。いや、なんか、もしかしたら相性良くなりそうな。ね。相性良くなりそうだ、これ頑張れば。大砲。アウトローはね、取りますよ。めちゃ強いよ。めちゃ強いね。インフェもね、めちゃ強いね、この感じ。ウィザードはね、取りたくないよね。ロイホグはね、ワンチャン取ってくれそう。まあ、取ってくんなかったら、俺もロイホグ、ウィザード、バルーンの、この3つのデッキになっちゃうっすよね。あー、マジ、ロイホグ取ってくんねえかな。そしたら最後に、4コスで戦えるんですよ。おー、マジで、ちょっといい。これ、ロイホグ取ってくれたら、俺4コス何取ろう。
何、でも何もいらんな。マイティとか。いや、マイティめっちゃいいやん。あ、マイティ欲しい。マイティか、スケキンか、迫撃か、ハンターか、オリか。うわぁ、ほんまに天国、天国、天国、これ。天国なんかわからんけど、実際に。いや、でもマイティさ、相手突破できないと思うんで、メガナイトかもれる。スケキンはいらない。オリか。オリちょっとあるな、でも。オリちょっとあるよな、これ。ハンターとかオリ。あ、ハンターか、これ。いや、マイティにしよう。いや、またでも、4コス選べるのやばいな、これで。幸せなんだけど、1枚選べただけで。さあ、今回の相手は、三重視がきつい。で、ここにメガナイトとか来ても、それをマイティとかアウトローで回収もできるんで、まあ今普通に初めメガナイト来たら終わるんですけど、てか文句おったわ。最悪だ。餌三重視した。え、これ朝、俺の記憶だと、対空がガゴでしたね。ガゴいましたわ。マジ、記憶ね、悪いな。ピンチなんだけど。まあアウトロ出して、ヤマメだったっけな。知らん。これ踏まれたらマイティで回収です。わあ、ロイヨグダリーナでも。ウィザードで焼くか。焼き豚野郎にしてやろうぜ、あいつら。まあまあまあ、で、大砲もあるよとね。なるほどね。まあ、マイティ、いや、文句をどう突破するかですよね、私は。文句を裂いた時がチャンスなのよ。これチャンスじゃない？文句裂いてないんだけど、別に。なんか、マイティ、こっちにさ、瞬間移動させて、これで、タワーをぶん殴って、いや、ウッドないこと祈る。大砲やめろ、お前。うわぁ、大砲。え、しかもこれ、ウィザード残れる。ウィザード残ったら、アーチャーとガブしかいない？プチレ。いやぁ、めっちゃいいタレボ。え、残る？ワンパンそれ。あー、ツーパンなんかよ。いや、でもでかい。でも、それにしてもでかいダメージ入ってる。あとは俺が守れば、勝利が見えてくるとこでもある。で、まあ、左どうしても攻めたいんですけどね。左ばっか行ってると、フルカウンターで終わりそうなんで、まあ、軽く右もね。はい。守れば勝ち。ライトニングあと3周。あ、え、ゴール一発許してくんな、やば。これリセット機ないの知ってるんで、もう早めに。美味しいの。さあ、焼き豚完成。まあ、バルーンは行ってもいいけど、冷静な俺はここでもう一回守る。さあ、ライト2発圏内です。インフィ置いて、君が取らなかったライトニングだよ。あー、もう無理。早く固まってくんね。さあ、固まってくれたら、チャンスで、これさ、どう考えても勝ちみたいなとこないかな。まあでも、ちょっと、いやらしい攻めで。いや、いい。右がまさかの、ってこう思ってたらね、左もね、さあ、止まらないよ。うわ、今回、やっぱね、4コス、5コスいっぱい取れるとね、すげえ戦いやしいわ。うわ、天国だった、今の。さあ、今回は、なんか、美しくないっすね。なんだこれ。何これ。あ、でも、三重視ちょっと強いか。まあ、これ三重視、ババコヤ、ロイジャイ。あ、でも、早めに5コスに手つけれそう。よし、いや、重たいの。まあ、2枚、これ、めちゃ重いけど。めっちゃ重いけど。けどね。よしよし、さ、4枚ね、この5コスいけんのやばい。さ、ウィザード取りたくないけど、取んなきゃ、あの小物がやばそうっすね。インフェさ、これ。
相手取んないのやばくない？てかインフェ取られたら終わるなっていう思いもあるんですけど、インフェやだ、インフェ取りたくない、取りたくないよね。ユニットで攻めたいよね。ラムでスケブ処理か、さすがに縄が追いつかねえな。ムートバルーンアチャクイ、うわースケブが強すぎて、お何笑ってんだお前。これ悩む、いやースケギン欲しいな。いやこれムートかバルーン、いやバルーンだなこれ絶対に。なんか勝てそうなんだけどな。さあどうだ、さあどうだ、何が来るんだこれ。ガゴかわいい。さあまあこれも同じですね、後半に入れば俺が強い。あーこれ相手ババコヤ用にさクエイク取ったのか、なるほどね。いやウィザード強い、やばいついていけない、やめてほしいそういうの。スケバレもスケブも嫌ですね。あとこのウィザードのダメージ結構でかい、残してくるねスケルトン部隊を。トルネカ、いや我慢したクロークを2発、いやーでかいこのダメージ。ガゴまあ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 、まあ、これで受けるしかないかも。さあポイズン、あれクエイク取ってなかったっけ、3スペくらい取ってたイメージがあった。ガゴがいる、まあガゴ抑えたらバルーンはね結構いい気がしてる。30してね、まあ、一旦耐える、ほんとね2倍タイム入るまでは耐えるだけっすね。でまあここにはスケルトン部隊とか来ると思うんですけど、ガフ抑えたな、アイスイズ回んないトルネからの、いやこれちょっとチャンスだな。なんかねアイゴレバルーン的な、一回行くかポイ防衛、アイビズ回った、回ってアイビスだけで止まってほしくないな、止まりそう。一発さ、おーい、やっぱ美味しすぎる。さあめちゃくちゃ美味しい。そんで、あーバルキリーがいたな。冷静にね、アウトロセパしとけばね、相手が呪文ウッドとかやらんもっていうかあんま関係ないんだね。で今回の相手はインフェを取っていない、ここで初登場ゴーレム君で、もうつけたら、あーこれでもスケルブで、うん、うん、スケルブとか関係ないか別に。いやアイス強っ、待って待って待って、やばい。あでもでもロイジーこれ2発、2発やばい。いや守れるかなこれ。いや三樹脂は出さずにここになんかコスト使わして、はい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 。さあ俺呪文ねえのか、今回呪文欲しかったっすね。スケバレ強いがマスキが地味に残りそう。てか相手攻めカードねえのなんだっすか、からなんか俺の相手攻めカードがねえのが多いな。さあスケバレはウィザードで焼くしかなくて、逆に焼ければウィザード次第、マジでこれこれ耐えたら本気で俺の時代来る。いやこれゴレの後ろのさロイジェもう止まんねえだろ、止まったらもう知らねえよ。ウィザード時間稼ぎしてる、一発、うっ、いや入らないけどバルーンが届く。よしよし
いやー、これが出るのバカおもろいな。さあ JK 来た。わあ、三重士またいるやん。いい加減もいらないな。はい、で8、あー、ペッカかエレジャイか。これエレジャイ取ったらペッカを取ってくれるパターンもあるんだよな。ペッカ正直縦線とか俺突破できないと思うんで、ペッカ取ってくれていい、ぶっちゃけ取ってくんねえかな。まあここで取ってくんなきゃもう俺が取るんですけどね。はい、いやー、クロスクロス、ゴブジャイスパーキーですって。なこれふざけてるが、まあクロスとスパーキー取って、いや相手なんかめっちゃ低コストやん、羨ましいな。さあ問題はこっからですね。アウトロー今回に限っては刺さんねえし、プリンツも刺さんねえ、うわー、ロイフも刺さんねえ、やべ、待って、ゴクスやべえ、これなんだこのゴクス、あ、アチャクイだ、絶対アチャクイと、うわー、まあでも冷静に考えたら、いや、レースに考えても何もいらんな。いやープリンス、いや、アウトローセパでもよかったけど、いや、プリンスかな、どっちも微妙。 JK ちゃんよろしく。さあ今回でもスパーキーはねちょっと強そうだったけど、ちょっとだけ、おお、アチャクイってか、アチャクイ最強だ。トルネで下げてくるかな、スパーキーの付け方次第でだいぶ変わりそうだね。まあ、一旦取って、取ってというか出して、スパーキーね。うわぁ、綺麗な防衛されそう。でもゴルナいないと、エリシャイ抜きちょっときついイメージがあったんだよな、これ。マジでさ、縦線裂いたら、縦線絶対裂くっすよね、こんなですよね。いや、逆にゴブジェイの方が良かったかな。いや、カツン、うわー、やばい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 、入りすぎ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 、縦線ともう一個なんだっけ、あー、ザッピーか、ザッ、あー、それやばい、それやばい、マジでやばい。逆によ、逆にこうだ、きついのは君だったっていう落ち。よし、さ、一本追いつくよ、これ。ちょっと攻めたいな、攻めカードがねえ、でもどうしよう、うわー、ちょっとあるな、着衣出してさ、もう一枚、もう一枚の蓋が、蓋が、蓋クロスしかねえ。いやでもこれ絶対見した方がよくて、これ走んのかな、スパーキーとペッカの間。いや一応微妙に守る。いや、え、これさ、めっちゃきつくないって、このエレジャイよね。いや、いや、マジで縦線を気合で突破していく。え、そっちがめっちゃ通る感じ、もう一発、うわーい、マジかよ。ゴリラチンパンやないかい。